水風の章、古月の説、バラ色の大河。バラ色、あれか、ローレンツんちの話やからか。なんか家紋かなんかバラなのかな、グロスタル家って。あ、この絵も見たことあるね。右側の妊婦さんとかすごい覚えておる。さあ、いよいよ勢いついてきましたよ。早速イベントか。とりあえず策の仕込みは終わった。仕込み。あとは家宝は寝て待てだ。教えてよ。何したの？もう少し詳しく説明してくれたまえ。ね、本当に父と戦わずに済むのだろうな。いや、ローレンツは一番不安になるよね。さすがに父ちゃんと殺し合いはきついよ。あ。もうすぐグロスタール博は事業の北辺に兵力を集中せざるを得なくなる。なんで？攻め込むって何か布告したのかな？北辺。うん、リーガンとダフネルやね。さすがだな先生。ご名答だ。攻めるって言っちゃったの？グロスタール領の北辺を脅かすのはリーガン・ダフネル連合軍だとさ。うん、例の火災、ナルデールがうまいことやってグロスタールの兵を釘付けにしてくれる。できる、できるナンバーワンのやつ。うまいことやっちゃう。顔見れんのかな。その隙に俺たちはグロスタール領を抜け、ミルディン大橋を陽動か。なるほどね。引きつけといてくれてるのか。僕が父に密告する可能性は考えないの。信用してますよ。いやー、でも本当にローレンツ裏切るだけで終わるよね。これは同盟の未来をかけた戦いだ。であればお前は俺たちを裏切らない。いやー、大先輩や、ここで裏切ったら必ず成功させるぞ。いやー、頑張ろうぜ。あ、もちろん。この戦いに勝てたらその先はテイとアンバルの陥落を目指すことになる。ディミトリんとこは？ファーガス無視したまんま？いつか俺は帝国に一泡吹かせるつもりだと。左上押さえとかんと大丈夫？俺たちは本気で帝国を倒すんだ。いや、兵力足らんてまだ。そのためにもここでつまずくわけにはいかない。いや、そこで帝国目指すのはちょっと。みんな心して準備してくれ。握手では。一応散策とかしなくちゃいけないな。歌わなくていけないのか。ていうか、一ヶ月も準備せんな。不協和音、耐えられ。誰？みんな、もう少し他人の歌を聞いてくれたまえ。誰か音痴がいる。歌の出来栄えはどうあれ。皆が団結する良い機会ですね。なんでこの二人？よし。で、あ、なんだ。ヒルダ。あー、ベレトヒルダ。もう支援 A とかかな。私を支援に回してくださいって言いましたよね。なんで戦場に。そんな嫌な。まあ、でも。私のこと守ってくれたから文句は言えませんけどね。いや、守るほどじゃないからね。めちゃめちゃ強いからね、ヒルダ。もしかしてちょっと怪我してます？私のせいだった。そういう優しさはあんのか。そうだったかも。お前のせい。やっぱり。なんでそんな無茶するんですか。お前がサボるからやろ。仲間は助け合うものだとか言いたいのかもしれませんけど。普通に怒られる。目の前で先生が敵に襲われてたとしても、私は助けてよ、そこは。助けませんよ。きっと助けてくれる。変な期待されても困るんですって。なんでできる子なのにさ。私はね、先生、話したと思うけど、優秀な兄さんが。いや、マジで見せてくれんかな、本当に。身内のひいき目なしで、強くて賢くて優しくて、完璧な人。
ブラコンなの？クロード君が出てくる前は次期名手。え、すごいよ。そりゃそうなるわな、そんな完璧なら。ああ、今の話ローレンツ君には内緒ですよ。この手の話にうるさいから。すごいね。いやー、なんなら仲間になってほしいぐらいやけど。で、当然親は兄さんに期待するし、兄さんもそれに応えようと頑張ってる。大変ですね。着なんてやつか。誰も私になんて期待しないし。嘘。面倒なことは全部誰かがやってくれた。本当に？まあ、お嬢様ではあるからか。本来ならこんな戦う必要ないからね、ヒルダは。期待されるのが怖い。まあ、期待に応えられなかった時のことを考えると、ずっとしますし、うん、兄さんを見てきたから知ってるんです。一応完璧な兄さんでも、失敗はしてるってことか、いろいろ。勝手に期待して押し付けて、失敗すると、がっかりした顔でこう言うんですよ。うん。ああ、期待外れだったなって。そういう時の兄さんは、すごく辛そうだった。期待されないってのも切ないけど、期待されるのも、いろいろ、負担があるのね。ね。だから私には何も期待しないで。答えるつもりもありませんから。なんでそ、まあでもあれか、子供の時からのそういう環境がこういう性格を作ってしまったって感じか。期待しないけど、信じてる。うまいね。頑固ですね。わかりましたよ。勝手に信じててください。全然なんか響いてないな。私だって、先生や仲間の役に立ちたい気持ちがないわけじゃありませんから。あ、でもちょっと響いたかな。その代わり、裏切ることになっても、がっかりしないでくださいよ。どういう状況？あ、期待を裏切るってことか。これでええか。ん？また？ハンネマン？いらん。で？散策だろうなぁ。うん。で、お、銀の意味プラスか。まあ、試験は次の週でいいかな。よし、じゃあ散策行きましょう。なんかそんな喋るとこないな。はい。俺はダフネル寮から来たんだ。俺たちはダフネル寮から来たんだ。故郷を離れるのは独特の兜やな。うん。ジュディット様に頼み込まれちゃ。あ、援軍の人か。頼むよ。信頼していいんだろうな。信頼がない。よろしく。なんか黄色い兵。こんな歩いとったっけ？気のせい。お、レオニー。今日も可愛いね。ここも一段と賑やかになったな。てか一回一回ここに帰ってこんな。一ヶ月とか結構長いけど大丈夫。しかしあのクロードは坊や扱いとは。さすがは烈女様だよ。ね、烈女。もうあの人のこと大好きになっちゃった。あ、そうな。師匠とも気が合っただろうにな。確かにレオニーとジュディットさんは気が合いそうや、ね、私もいつかあの人みたいに強くて優しくてかっこいい人になりたいもんだよ。いや、レオニーってだってカトリーヌさんにも気に入られてますしね。やっぱ強い女子は惹かれ合うのかな。いい関係だわ。さて、闘技大会誰出そうかな。誰もおらん。闘技大会誰出そうかな。クロードでいいのかな。あー、どっち強いの。力3、あー、24、33、27。うん、うん、結構どっちもどっちやな。24。速さは？ああ、ツイリルの方が強えかも。マジか。
超えられたか。多分シャミヤさんとかもレベル低いしな。この際、比べとくか。レオニーとか。いや、さすがにそこまで来てないか、レオニーは。速さすごいけど。でもレオニーも悪くないな。そっか。ナーツくんはレベル低いしね。ジュディットさんは、あ、仲間には乗ってないんだ。そっか。とりあえずツイリルから行こうか。頼む。結構やな。一回戦でこれ？守備力とか高くないもんね。レア様のため。そこそこかわしてくれんときついぞ。お、追撃取れる。避けてくれんかな。きついな。僕の邪魔するから。次、なるべく回復したく。いける。このペースならいけるんじゃない？命中 100% やしね。おし、ちゃんと返しも出るんだ。ここで回復。いや、敵の攻撃力強くない？ただ命中 100% だし、3回当てれば倒せるよ。レア様の敵は僕。オッケー。さあ、ここでアサシン。勝てる。勝ったわ。さすがツイリル。避けてくれんかな。一応 70% 台なんだけど。くそ。危ねえ。なんとかなった。よし、銀の弓プラス、これでかいね。 OK。 はあ、次なんかいつもなんか決まった回り方ができてきたような気がするな。これドラゴンロードかな。ミスリル。お金くれんかな。最上級試験パス。あの方がジュディット様。あ、これ普通のイングリッドか。噂にたがわぬ切符の良い方ですね。ね、女子にモテるよあれは。同じダフネルの血を引いてはいても私とは全く違うと言いますか。ああ、関係者なのか。いや、似とるんじゃない？そうでしょうか。その気の強いとことか。少し恥ずかしいですね。てかもう、イングリッドだらけじゃね？なんか。これ、なんなんここ。4人もおるぞ。ミスリル。試験パスとかここで買っといた方がいいのかな。ちょっと安いしね。このかっこいい鎧何？ファルコン？ファルコンか。ホーリーナイト。へえ。鎧かっこよ。国産品。あ、こういうのあったんだ。なかなかな。ダウンロードコンテンツうまいこと。ダウンロードコンテンツじゃないか。ネットの何か。お、ジュリッツさん。そうだね。仲間になってなかったけど。来たんだか。クロードもいい人材を手に入れたもんだよ。誰の話？誰のこと？ああ、ナルデールか。例の火災、ナルデールだよ。最近引っ張ってきたってこと？私も少し会って話しただけだけどさ、腕が立つ上に、頭も相当切れると見たね。誰で例えたらいいんだろう。三国志で言うと脅威とか、その辺なのかな。ギーから諸葛亮が引っ張ってきたやつ。けど、何か引っかかるんだよね。ええ。ナルデール、どっかで聞いたような。
すぐそういう風に怪しむ。ちょっとジディトさんベルト垂らしすぎやよ。ここはカトリーヌさん。なるほどな。ダフネルの列女の名は聞いていたが、実際に会って話すのは初めてだったよ。ね。しかし、あれで名門貴族の当主と、ね。あ、一応当主か、そっか。クロードもそうだが、同盟は面白いな。ね、同盟はやっぱり選んでよかったわ。ヒルシュクラッセ。王国や帝国とは違う。ああ、いい意味でね。あんな豪快な貴族、他の国の、うん、あれでも貴族なんだろうよ。どうやら私と気が合いそう。それは思う。酒も強いって話だしな。ね。なるほどな。もうレオニーとカトリーヌとジュディットさんはもうね、最強の3人だわ。なんだ、会議中？策がなればミルディン大橋までは無傷でたどり着ける。肝心なのはその後だ。そこからスタートする感じなのかな、やっぱり。兵力的には大差ないはずだから、奇襲さえ成功すれば。一応帝国は控えてんのね。すいません。一応有利か。とはいかない。いかない。あの橋はほとんど砦みたいなもんだからな。守りは固いぞ。そうなんだ。ただの橋じゃないのか。五分五分の勝負なら負けやしないだろ。五分五分。五分五分ってもう文字通り 50%50% やからね。5年前、ガルグマクに攻め寄せた帝国軍の動きは迅速を極めていた。めちゃめちゃ早かったもんね。その混乱の中、ガルグマクに手の者を潜ませ監視させたとは。え、何の話？あの列女。あ、ジュディットさんの話。患者の使い方を知っているの。患者、スパイね。なるほどね。あ、こいつ。1185年は今節で終わり、来節からは1186年が始まる。あ、年末なの今。まあ何が変わるわけじゃないけれど、良い年にしたいものね。はあ。急に全然違う話。いや、こんだけ戦争続いとったら、なんかそういう年の変わり目とかもなんかよくわからんことになりそうやけど。帝国がどう動くかは予想もつくが、問題はファーガスの方だ。どうなってんの？東部諸侯が連合し、公国との戦闘を続けているはずだが。大丈夫？近頃は戦況に動きがないと。あ、戦ってないんだ。不自然なほどにな。停戦？父からの連絡も特にない。あの静けさは。じゃあ、ある種不気味でもある。今のうちに助けに行ってもいいんじゃない？違うんかな。レア様が帝国にいると分かっていれば、もうそれはそれで確定したのね。しなかったもの。分かるやろ。そんな戦いの最中連れてかれたんなら分からん？聞けばジュディット殿は我々にレア様のことを知らせようとしてくれていたらしい。なかなかそういう情報が回らなかったのか。でも5年間5年フォドラ中に散ってレア様と秘伝。なんか腑に落ちんな。大修道院を荒れ果てたまま放置していた我らの王子ど、自業自得というやつか。5年間です、まあ、そういうことにしとこう。これはモブかな。そういえば、ミルディン大橋の南側。ミルディン大橋の北側は同盟のアケロン領、南側は帝国のベルグリース伯爵領です。両サイドどっちも同盟なんだ。ベルグリーズ伯爵。ベルグリーズ伯はイオニアステ以来帝国の軍務卿を務めている。軍務卿。軍師ですな。現皇帝は腐敗貴族を粛清したようですが。あ、そうな。ベルグリーズ伯は対象外だったようですね。いや、軍務卿粛清してどうすんの。じゃあ橋取った後の次が結構大変になりそうなのかな。先生、先生、
お疲れ様です。お前の位置ここになったの。本日も異常なしであります。そうな。先ほどダフネル家の兵士と話したのですが、お？あのジュディット殿にも弱点があるそうで。なんだ。なんとですね。いや。おやお、教えろよ。自分が言いふらしているなどと知れたら、どこから知れたんそれ。まなそうですから。あ、そっか。ダフネル家の兵士って言ってたの。言ってくれんの。懐かしいです。しばらくガルグマクを離れていましたが、皆さんの噂を聞いて戻ってきましたよ。あ、こういう人もいるんだ。5年前の傷跡は生々しいですが、でもこの辺まだ綺麗じゃない。懐かしいですな。ちょいちょい壊れてんのか。またこちらで商売させていただきますので、どうぞご贔屓に。よろしく。クエスト。先生、ガルグマクの町も少しずつ人が戻ってきてるみたいですよ。見たいね。修道院に先生やセイロス騎士団の人たちが帰ってきたから安心したんでしょうね。一応復興して 2ヶ月目ぐらいか。行商の人もよく見かけるようになったし、これからもっと住みやすくなるかも。いやでも帝国の睨みが効いとる場所やからね。この町で暮らすっていうのも悪くないかもしれませんよね。お前は帰った方がいいんじゃない。あの、お願いしたいことがあって、商人の安全確保、街道の山賊を討伐し商人たちを守ろう。安全確保すれば直接には大修道院を訪れる商人も増えるだろう。また増えるんだ。私たちが動き出したのに気づいたのか、商人さんが最近よく来るのよね。でも治安がそんなに良くないんじゃない。どうにかしないと何か起こりそう。戦闘クエストか。なるほどね。この辺アイテムあるか。キャベツ。ここが増えるってこと？いや、アンナさんとこで買い物したいんやけど、金がなくてな、マジで。いや、全然ない。くっそー。なんか売るもん。魚釣ったか。でも大概やな。なんかいい方法ないもんかな。お金がないとな。このスペースで何もできんし。お、メルセデス。レア様は帝国にいるのよね。早く見つけ出して差し上げないと。修道院や周りの町にもね。レア様を心配している人たちがたくさんいるの。5年経った今でも安心させてあげたいわ。先生、一緒に頑張りましょうね。うっす。谷しか正解。ちょっとヒルダのクエストのなんとかベリー出てくれんかな。頼む。あ、出たんじゃない？アルビネベリー。あれでしょう。なんかその辺の種、ゲットしといた方がいいのかな。果実。この辺育てとく？何がどうなんか全然分かってないけど。野菜いる？で、一番高い。これでもな、ばかりならんなって、この2000とかさ。あー、ノラクエストで、稼いで食うしかないんかな。お、イグナッツ。ビルディン大橋は、橋としてだけでなく、要塞の機能も兼ね備えた建造物なんです。見たいね。アドラステア帝国の初代皇帝が、軍事目的で建造を開始したのが起源だったと思います。どんな橋なんだ、大体そんな。ということは、大修道院よりも歴史が長いということになりますね。はあ、もし僕たちで選挙できたら、隅々までじっくり見てみたいな。お前はもう戦場カメラマンみたいになっとるな。
それはそれでお似合いなんかもしれんけど。お、シルバー。どうしたん？実は、グンダル教とは因縁があってですね。あのじいちゃん？そう。あれは何年前の話だったか。うん。俺は可憐なお嬢さんと出会い、その頃から。そのお嬢さんの父親に殺されかけ。それがグエンダルで。グエンダルさん？それが、グエンダル教でして。いや、あの時は本気で死を覚悟しました。そんな美人なお嬢さんいんのか。けどまさかこうして本当に殺し、笑い話じゃなくなったってか。仕方ない話にしろ、やっぱり割り切れないもんもありますよ。戦争は辛いね。で、ベルナデッタかな。はい。私思うんですけど、引きこもりって戦争向いてないですよね。そうやな。全然新しい情報が入ってこないですし、攻められてても全く気づかなそう。この時代にパソコンかスマホがあればね。下手したら誰にも知られぬまま戦火に巻き込まれて死んじゃうとか。そんな可能性はあるね。ようやく気づいたか。ネタキャラにも程があるな。頑張って出てくれ。で、食堂かな。誰だ。ん？あ、ラファエルか。お前いつもこの辺におるな。ジューディットさんのおかげで、あんまり食いすぎんなよ。いっぱい飯を食えたぞ。元気もりもり。頼むわ。最近、前の戦いで出てなかったもんね。壊したら渡れねえか。そやな。よし、あと上の方。ローレンツ・フレン。うん。ジュディット様、素敵な方ですよね。とっても楽しみにしちゃって、あの方を見ていると、ついお母様、あんな感じなん。性格ね、とても。あ、そうなん。明るくて前向きで賑やかなところがそっくりですのよ。だいぶ男勝りやけど。もうずいぶん前に亡くなりましたけど、懐かしいです。なんで死んだのっていうか、悲しいね。で、ローレンツ。今から大変やぞ。自分自身の考えで行動を決めてきたつもりではある。うん。だが、頭の片隅では、常に父の意向を気にしていたことも否めない。まあね。厳しそうな家ではありそうやもんな、ローレンツんちは。それが、今こうして、父に隠れて、クロードの策に従うことになろうと。息子としてはちょっと複雑やな、それは。不本意？いや、僕自身が納得して策に乗ったのだ。下が正解やったか。この戦いでようやく僕は父から離れ、自分の足で立てるような気がしているのさ。なるほどね。ローレンツって何歳？25ぐらい。そんな言ってない？24か。だいたい来てたな。身長でかいんやってね。今チラッと見えたけど。188センチ。僕で180なんで、なかなかでかいっすよね。誰だ？私、夜眠るのが怖いんですの。このまま何年も目が覚めなくて、起きたらお仲間が誰もいなくなってるんじゃないかって。フレンかな？そういね。みんなで起こしてあげる。これでしょう。よし。名声溜まってるかな。はい。何に変えようか。全然。また来てくれ。てか、ヒルダのクエスト、終わったんじゃない？アルビネベリー手に入れたよ。え？どういうこと？
これじゃない。アルビネベレ2個。2個か。オリシテはこのとこに。先生、先生も知っているとは思いますけど、コーデリア家も、うん、新帝国派の。え、リシテアンチも。川を挟んで帝国領と接しているのは。あ、そうな。グロスタール家と同じなので。全然名前上がらんかったけど。だけど、私は帝国には二度と屈したくありません。うん、以前私の家は帝国の干渉によってひどい仕打ちを受けたから。やってやろうぜ。絶対に勝たせてくださいね先生。約束です。結構因縁の対決でもあるのか。リシテアは使うことにしようかな。マリアンヌンチはこっち側やよね。これじゃない。あれ、おったおった。光の柱が降ってきたというアリルの伝承。火山の話。地形を見ると確かにそんな感じでしたが、うん、あの先生はそんなことが本当にあったと思いますか。でも煙のないとこには、違う、火のないとこには煙は立たないって言うしね。あったんじゃない。私もそう思います。女神様の怒りかどうかは分かりませんが、この世界に、あのレア様が吐いたビームみたいなのが降ってきたってことなんかな。あるのかもしれませんね。あのビームはだいぶ強力やつ。そうですね。デモブ。セイロス騎士団の帰還を伝え聞いて、修道士もちらほら戻ってきています。まだ人手は十分ではありませんが、人が集まればなんとかなりそうやね。最終的に尽くすつもりです。レア様が戻られるので、ね、私たちにできることをしておかなくては。レア様無事だといいね。え、てか帝国に連れ去られたらなんかもうひどい拷問とかされてそうやけど、生き、まあとりあえず生きと生きてはいるだろうけどさ。アリルの谷に現れた老将グエンダルは、うん、灰色の獅子と称された自分で言っとったね。なのに今回の彼の戦いぶりはまるで死に場所を探しているかのようだった。この世界がしんどくなったんかな。彼も使える家がローベ家でなければ別の生き方があっただろうに。悲しいね戦争は。ドロテアン、いよいよ帝国に攻め入るんですね。あーそっか。戦場で顔見知りには会いたくないな。悲しい顔も可愛いな。先生、知り合いが襲ってきたら逃げ出しちゃってもいいですか。いいよ、いいよ。誰の真似したんやろ今の。先生、来いよ。援護お願いしますよ。来いよ。あー今日も可愛かったわ。いやーもうなんかぶっちぎり1位やもんな、あのなんかダウンロード中のあのランキング。アリルでの戦いも誕生日祝ってあげれなくてごめんね。君の能力は日に日に増していくようだ。そうなん。どこまでが君の努力によるもので、どこからが紋章の力によるものなのか、うん、実に興味深い。興味深い。しかし同時に正解を導き出すのは格別に難しい。一応まだ研究してんのこの紋章について。我が輩はこのような戦いが起こる前に結果を出さなければならなかった、うん、なのに戦いが終わる頃にも解明できていそうにない。そうな。口、なかなか難しいね。あら、いらっしゃい。マヌエラさん、先生、私に何かご用？特に怪我をしているようでもないし、癒しを求めて。いやー本当は使いたかったんやけどね、マヌエラさんも。何この選択肢。はい、やっぱりそうなのね。もちろん大歓迎よ。あなたを癒すのも私の仕事だもの。そうなの。体の悩みでも
体の悩み。なんだって相談に乗れるわよ。あ、やべ、飛ばしちまった。マジエラさんな、ちょっとおばちゃん感が強くなってきたね。セテス。レアが帝国内にいるという確信を得た以上、何としても帝国軍に勝利せねばならない。そうやな。我々と同様、フォドラの民の多くもレアの身を案じている。彼らの不安を取り除いてやるためにも、一日でも早くレアを。噂でしかないけどね、でも。これで、あ、上に誰かおる。ついに。レア様のスペースでしょ、こう。さっき聞きました。レア様が帝国軍に連行されて。噂ですよ。確定でいいんかな。帝国軍は、なんでレア様を。まさか、殺すため、ですか。そりゃそうやろ。違うの。生け捕りにする意味は、なんでだ。そうではないと思う。じゃあなんで。まあいいです。え、教えてよ。帝国軍にさえ勝てばいいんでしょう。レア様。そうやけど。ずっとあなたが来るのを待ってると思う。絶対助けてあげなきゃ。どういう状況なんすかね、レア様。で、またそこそこ増えたなぁ。ハンネマ。そしたらちょっと、いろいろ教えて、ベレットのステータス上げて、釣りはまた今度かな。ちょっといろいろやってきてから支援会話ですかね。よし。よし、完了しました。まあまあ上がったかな。なんか、ぐんぐん上がらん感じするんですけど、一応進行が、才能開花して得意になりましたね。C になったんで、リカバー覚えて。これでニルバーナになった時にまた活躍してくれそうですね。思ったより士気が低いんですよね。まだ B プラとかやし。で弓なんて結構使ってんのに、まだ C プラやしな。難しい。じゃあ支援いきますか。じゃあ、ベレットハンネももう飛ばしちゃう。あんまり興味ねえしな。調子はどうかね。でも、飛ばしたか。見たことないもんな。お、ローレッツヒルだ。まだ B か。なるほど。あ、まだ戦場に出てないもんね、ローレンツ全然。ローレンツくん、何してんの？ああ、ヒルダさん、コマを兵に見立てて戦術の研究を。あ、ローレンツもそんなことしてるんだ。ああ、すごいね。でもそれって楽しいの？楽しいとかそういうもんじゃなくない？興味深いものだよ。兵士を変えるだけでも定石が覆る。将棋とかも本当は真剣に覚えたいんですけどね。なかなかあれはなんだろう、シミュレーション RPG と違ってなんかまた別物のなんか考え方しなくちゃいけないですもんね。将棋は難しい。同じ兵士でも別の人間だと思うとまた違う戦術が、性格もあるのか。へー、なるほどね。私には全然わかんないけど。ヒルだ。興味ないんだよ、話しかけんだよ。このところ君の頼み事を聞いて、いつもと違う戦い方をしていただろう。そうなん。その経験を経てからというもの、戦術を練ることの重要性を。前回の会話マジで覚えてないな。置かれた状況に正しく対処できれば損害を確実に減らすことができる。有事にあたってはこの経験を生かして、どんな状況にも対応してみせよう。こう、ローレンツも頭いいんだね、普通に。喋れ。多すぎて言葉を失っちゃった。お世辞じゃなく尊敬しちゃうよ。でもちゃんとこういう見直すところもあるんだね、ヒルダは。もしかして、君は僕を成長させるために、
あえて無茶な頼み事をしたんじゃないか。あー、なんか思い出してきたな。なんか、いろいろ、ほんと、無茶、戦場でなんか無茶振りしまくってた会話やったかな。ありがとう、ヒルダさん。君の心遣いに、心から感謝。単純やな、お前や。どういたしまして。そんなつもりじゃなかったって感じか。じゃあ、次は僕から君への頼み事がある。聞いてくれるかい？うん。面倒なのは嫌だけど、特別に聞いてあげちゃおうかな。優しい。君が本気で戦う姿を見せてくれないか。いや、お前普通に負けるぞ。できれば、僕のそばで。僕のそばで。いいだろ。いいだろ？仕方ないか。でも、あ、でも、オッケーなんだ。危なくなったらちゃんと助けてよね。いや、もう、ローレンツの倍は強いぞ、ヒルダ。ちょっと、リシティアが気になるな。まあ、そんな多くないな。お、ラファエル・レオニー。一番くっつけたいペア。ラファエル、また妹に手紙を書いてるの？あー、レオニーかわいい。おう、そうだぞ。手紙が来たら、すぐ返事を書かねえとな。ちょっと LINE とかもちゃんと返さんとあかんよ。先週も手紙を書いてたよね。几帳面な兄弟だな。そうなの。ただ手紙ってな、どんぐらいの量書いてんだろう。ま、手紙便箋で2枚とか。今は戦中だもんな。これはもう大人じゃないと見れんやつか。そうだ、レオニーさんからもらった絵の具、妹に送ったら。何でも送れるよね。すっごく喜んでたぞ。てか誰が送ってんの？郵便屋さ、郵便屋とかおんの？この時代、この戦時中。そうか、そりゃ私も嬉しいな。苦労して顔料を集めた甲斐があったよ。かわいい。マジでかわいいわ。絵筆まで作ってもらって本当ありがとな。筆まで作れんの？絵が描きたい年頃だろうと思ったんだ。私もそういう頃があったからね。そうな。日々生きるのが精一杯の。いや、いい女すぎるって。絵を描く余裕なんてなかったけどさ。いや、ドロテオランダラマジでナンバー2だね。ナンバー2じゃない、ドロテオランダラマジでナンバー1だね。現在はナンバー2ですけど。レオニーさんもやっぱり苦労してきたんだな。うん。いや、貧しいなりに。性格が良すぎる。自分をかわいそうなんて思ったことないし。性格良すぎる上にこの美人にこのルックス。だけど、村の子供スタイルもいいしね。自分で未来を選ぶだけの余裕がないのも事実。最高だわ。例えば、絵描きの才能があったとしても、その才能に気づくことすらできない。でも大概の人そうなんじゃない？才能ってね、タイミング、どうなんかな？気づくように決められてる、決まってる可能性もありそうやけど。幸い、私は父や村の人たちのおかげで、自分の好きな道を進めてる。アップにしても可愛いな。だから、いつか一人前になったら、村の子供たちに何かしてあげたいって思ってるんだ。でも、平和になったらそうなるんかな、レオニーは。そっか。レオニーさんの方には、村の子供たちの未来がかかってんだな。いや、お似合いだわ、レモ・ラファエルとレオニーは。私何言ってんだろうね。そんな重たい話じゃないよ。かわいい。それにあんたも、妹の未来背負ってるんだ。もうこの二人なら、私特別ってわけじゃない。俺は文句言わんね。くっつくとしたら。うん。俺たちは同じなんだな。似たようなもんを背負ってるんだもんな。そうなるのか。それなら、お互いの荷物を、お互いの肩に。プロポーズじゃないそれ。は？そういうことやよ、ラファエルさん。そしたら、お互いの荷物が軽くなって、みんな。単純なのはいいけどさ、それはなかなか、なかなか踏み込んだ、意見ですよ。あんたさ、商人を継ぐのをさっさと諦めて正解だったよね。そうな。お互いの荷物を半分ずつ背負ったって重さの合計は変わらないっての。合計は変わらんけどさ、なんかまた意味合いが違うからさ。そうかな。
一人で頑張るよりも絶対軽くなると思うぞ。理屈で言えばそうなるのかな。お、響いたか。ごめん、私が間違えてた。どういう解釈したのか。苦労を分かち合う相手がいりゃ、そうやね、苦労は半減する。そういうこと。確かにその通りだね。そういうことよ。だろう。減らせる苦労を一人で背負うなんて無駄じゃねえか。ああ、そういうことだな。無駄嫌いのレオニーさんも納得だ。これはちょっと恋愛に発展する要素があるよ。その分、あんたと目指す未来のためには時間も金も。これはプロポーズ OK ってことでいいですかね。おお。そのつもりじゃなさそうやけど。楽しい食事もケチんないでくれよな。了解だ。いや、お似合いだわ。いい。ディシティアが気になる。お、レオニーグリッドちゃん。違う。イングリッドまた別か。レオニー・カトリーヌ。B までしか行かないんだ、この二人。まだ特訓か。カトリーヌさん。あんなに強い人に鍛錬をしてるんだ。ずっと見とれるな、レオニー。前回結構ダメ出しされてたんすよね、カトリーヌに。カトリーヌさん、また鍛錬か。あ、違う日？もしかして、あれか。一日の中の話か？偵察か。やるならもうちょい気配を消しとけよ。うん。あ、いえ、通りかかっただけなんですが、その。この二人戦ったらだいぶいい勝負になるよ。つってたす的に。ずっとここで鍛錬をしていたんですか？じゃない？あ、今日は長時間の乱戦を。そんな設定とかあんの？長く戦ってると心に来るからな。現在盗賊のカトリーヌさん。訓練でもできないようじゃ。実戦じゃとても耐えられないだろ。ストイックですな。でもこの時間までずっとというのはすごい集中力と体力ですね。レオニーもびっくりなんだ。あんただって戦場に立ってんだ。少しは想像できるだろ。うん。野戦での激突、どちらも退却を命じない泥沼の戦い、そういうこともある。うんうん。どうすりゃ生き延びられるか、全部刹那の判断にかかってる。一瞬の判断。そうやって戦い抜いてきたんですね。めちゃめちゃ真面目に話聞くな。諦めなきゃ何とでもなるもんさ。あれですね、スナムダンクの教えですね。勝てない安西先生。死ぬなんて決めつけず、勝つ道を、生き延びる手段を求め続ける。確かにね、何事も諦めなければもう成功しかないからね。そうですね、カトリーヌさん、私は決めつけていました。そうな。紋章を持たず遺産を使えないことを理由に勝てない、力がないって。確かにその辺やっぱコンプレックスだったのかな。まだまだきっとできることはある。努力を怠らないようにします。うん。まずは素手のカトリーヌさんに勝てるようにならないと。いい、素手でも勝てんの。そうだよレオニー、その息だ。私だって負けるつもりはないけどね。カトリーヌさん33歳です。よし、私は負けずに鍛錬しようって。レオニー20前半やね。あんたを見てると昔の自分を思い出すよ。いやー、似たもん同士だね。自分の弱さに苛立って自暴自棄になりかけたこともあったっけ。カトリーヌさんの上位互換がジュディットさんです。って、あれあの子どこ行った。どっか行ったの気づかんかったんか。カトリーヌさん、早速明日から手合わせお願いしますよ。遠くから言ってんのか。さあ、またカトリーヌだ。女子同士は B までしか行かないんだね。よし、今日の稽古みんなに稽古つけてんのか。はい、ありがとうございました。うん、だいぶ私の目線や剣先の動きに惑わされないようになってきたね。ちゃんと似てますね。はい、少しずつカトリーヌさんの狙いが読めるようになってきました。ただあの盗賊の
やったのはイングリッドが先なんで、こっちが先輩ですね。でも体術はまだまだだ。戦場では武器を失っても戦い抜かなきゃな。今回から素手って要素ありますもんね。喉元に食らいつこうが、急所を蹴ろうが、急所を蹴ろうが、何をしてでも生き残る覚悟が必要さ。女子は女子で考えることあるのか。一応お聞きしたいのですが、実際にやったことはあるのですか。戦場ではない ね、そこまで追い詰められたことがない。まあ、武器なくなるって相当やけど。けど酒場じゃしょっちゅうだよ。やっとるんかい。男どもの急所を蹴るなんてね。割と真面目にダメになるんじゃない、カトリーヌに蹴られたら。まあそういう手段もためらわないくらいの覚悟を持って臨めってことだ。うん、シルバンに一発やってみたらいいんじゃない。騎士の戦いってのは物語に歌われるほど綺麗なもんじゃない。そうな。騎士として立った戦場で騎士らしからぬ選択を強いられることもある。うん、例えば罪のない人たちを見殺しにすることだって。急に切ない話になったね。イングリッド、あんたそれでも騎士になりたいのか。もう騎士なんじゃないの。何もかも覚悟の上です。それでも私は騎士になりたい。もうザ・パラディンみたいな風貌やもんな。あなたのように主君に忠実な騎士でありたいと。ただ貴族だし、どうなんだろう。一番上の人間がどっかの騎士になるってのもよくわからん感じやけど。一応家を継ぐルートもありますよね、イングリッド。ちょっと間違ってんな。私は主に忠実だけど、忠実じゃない。はぁ。主のためなら何でもするが、死ねと言われても死ねないよ。矛盾してるように聞こえるか？でも、それが私なんだよ。うん、忠実だけど、忠実じゃない。めちゃめちゃ矛盾しとるけど。私にも、その言葉の意味を理解する人が来るのでしょうか。そうだね。あんたは真面目すぎるからきっと時間がかかるだろうよ。確か性格的にはちょっと違う感じがするね、カトリーヌとイングリッドじゃ。けどいつかは分かる日が来る。それまで死ぬなよ、イングリッド。期待はされてるわけか。はい、何をしてでも生き残るですね。肝に銘じます、師匠。あ、ちゃんと師弟関係にあるんだ。いや、支援 B でこんな熱い会話してんのか。A も見たかったけど、終わりなのか。結構支援見てきたし、もう、ね。あ、結構ローレンツ。あ、ラファエルすごいな。よし、したら、今回は締めましょうか。終了。で、あとはもういつも通りの流れかな。多分もうイベントまで飛ぶことになるかなと思います。